ガブアナーは1930年代半ばに活躍した日本の競争馬である。1935年の第4回東京優秀大競争に優勝したが、その約1ヶ月後に状況中の事故が原因で安楽死となった。主戦騎手は井川溜めを。前兄に第2回東京優秀大競争の優勝馬カブトヤマ、前弟に第7回提出後商店の優勝馬、ロッキーモアがいる。 ダービー制覇の瞬間、独走するガブアナーバボー前での写真母は提出を焦点優勝バーストラル。父、シアン・モアは、小祝農場が用した戦前の大守母場でカブト山、フレーモアと連続して東京優秀大競争カチウマを送り出していた。1935年3月にデビューするとに、連勝を挙げ東京優秀大競争に出走した。 一番人気は3歳にして、提出後商店に優勝していた品馬クレオパトラトマス。だったが、同馬は不良馬場の中を9着に沈んだ。一方のガブアナーは2着赤石だけに6馬審査。レコードタイムで優勝。前半にカブトヤマと共に、史上初の兄弟がービーバとなった。どこまで連勝を伸ばすかとその前途大いに期待されたが、競争13日後の5月15日。 ガバナーは調教中に左後ろ足の手指骨を骨折。治療の介く、同月28日に安楽死の処置が取られた。遺体は東京競馬場近くの馬霊れに葬られ、参戦参照と刻まれた石碑が建てられている。ガバナーの死に際して担当めてであった茅島高平の悲嘆がことのほか深く、その様子を見かねた。 調教師の伏せす蔵がヘルムートという馬を新たに担当させて励ました。しかし数日後の朝、雨の中で萱島が雨がっぱを着ようとした際、驚いたヘルムートがその腹部を蹴り、超破裂で病院に運ばれた萱島は間もなく死去した。ガバナー、萱島と続いた死に、旧社ではガバナーが呼び寄せたのだと嘆いたという、ありがとうございます。